こんにちは、夏の間に取り組んでいた新曲のレコーディングが、ようやく終わりました。前作の、ユナイトが、アフリカ、ナイジェリアやそれからケニアを拠点として本当にいろんな人に、の聞いてもらえたので、今回ちょっとプレッシャーだったのもあるんだけど、ヘレン・ポールさんっていうナイジェリアのとても素晴らしいコメディアンの方がいらっしゃるんだけどの、リクエストもあり、ラブをテーマで、そしてクラブで、歌えるというか踊れるところもあってなんて要素があって、そんなのを満たしつつ、自分の、ラブっていうのをね表現したつもりです。踊れるっていう踊りにもいろいろあるなと思っていて、僕のイメージしたのは結婚式とかでとか、そういうちょっと一世一代のとか何だろうね、この人と一緒にやっていくんだみたいなね、そんな時のなんかこわさっていう時の勝負曲みたいなねそんなのと、そういう強い思いと、それからそこの後ろに国と国とかそういうもっと大きな共同体のラブみたいなとかアンダースタンディングとかっていうのが背景に伝わればいいなって、そんなことを思いながら作りました。もうちょっとで皆さんのところにお届けできると思います。あとちょっとです。そんなところかな。もう本当に遅くなっちゃったねということで。